さあ始まりました本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います現在時刻ですけども11 16 16月9日の16時16分録画しております。まずはじめにですね今日の下落のちょっと様子をね、えー、見ていきたいと思うんですけどもビットコインがまず7.2%などそれから大幅に下げているものが多いんですけどもこれはですね、えー大手 暗号資産取引所の FTX のネイティブトークンというのもあるんですけども これが FTT 一時前日比86%安の2.91ドルと暴落したことでパニック売りを増長したということなんですけども全体的にねこの影響もありまして仮想通貨全体的に暴落してるんじゃないかなというところなんですねちょっとそれぞれ個別をね見ていきたいと思うんですけどちょっとサーバーの方もねパンクしてるような状況でちょっとこう動きが重かったりするのでちょっとその辺ご了承いただければと思うんですけども 今日ビットコインインサリアム、まず BNB ですね。この辺ちょっとしっかり見ていきたいと思うんですけども、なかなかね、ちょっとね、こう、サイト上も重たくなってるような感じで、いつもと違うんですよね。なかなかこう、皆さんが、あの、 ちょっとこう見ている感じの方が多いのかなというところでありまして、ビットコインですね、267万円ぐらいまで下がってきてしまっているという感じです。7%安ということで、それからイーサリアムですね、こちらが、えー、今18万8千円ということで。 それから XRP ですね、こちらの方が57円ということで、こちらが11%安ぐらいということで、今ちょっと見ていきたいと思うんですけども、66円がね、あのー、サポートラインになるかなと思ってたんですけども、全然そんなことなく簡単に下がってきてしまって、今41円ぐらいまでね、ちょっと下がっていくような状況になってくるんじゃないかなというところですね。まあ、このような感じでちょっと安くなってきてしまってるんですけども、これ今、イーサリアムですね、それから。 これインサリアムの冷やしちゃートから確認していきたいと思うんですけど、ちょっと急な下落ですよね。20万円あったんですけどもね、そこから全然下落してしまっている感じですね。ちょっとこれは厳しい展開になってきました。ちょっとね、サーバーの方もね、なんかおかしいんですよね。ちょっとこう、重いですし、やっぱりちょっと,ょっと今日仮想通貨全体的にね、こんな感じの展開になってるんじゃないかなと思うんですけど、BNB もね、見ていきたいと思うんですけども、 画面がこのような状況になってしまってね、ちょっとなかなか出てこない感じで、皆様が多分サーバーにこう接続している感じの方が多いと思うんですけども、なかなかちょっと動きが悪くてですね、恐縮なんですけども。b n b 見たらちょっと JASMI 見ていきたいと思うんですけど、b n b ですね、こちらもね、悪くなかったんですけども、 今321ドルですね。まあ、350ドルぐらいまでまた戻るかなと思うんですけど、一旦300ドルぐらいまでは行くんじゃないかなという感じで、ちょっとね、弱いかなという動きをしてるんですよね。ちょっと重いですよね。サーバーがね、こういう感じで、えー、なってしまっているので、ちょっとなかなか出にくいんですけども。まあ、BNB は350から300の間を行ったり来たりという感じですかね。今のところね。 チャートを見てもね、ちょっと悪くはないんですけども、まあ、全体的にね、下がってる中ですね。まあ BN、BNB はその中でもね、まあ、そい方かなというふうには思いますので、まあ、期待できる感じにはなるかなと思うんですけども、仮想図が全体がね、今弱い感じになってしまってるので、一旦ちょっと300ドルぐらいまで様子を見るかもしれませんので、ちょっとね、えー、期待半分、不安半分というか、不安の方が大きいんじゃないかなと思うんですけども、それではジャスミンはどんな感じで動いているのかですね、皆様と一緒にしっかり見ていきたいと思います。 こちらがジャスミなんですけども 15.、15.5%下落の0.6263まで下がってきてしまったということで、ちょっとこのまま行くとまた0.5円台というのが見えてくるんじゃないかなと思うので、ちょっと厳しい展開ですね。ジャスミンも大幅に下がってしまう。ちょっと調子良かったんですけどね、少ししばらく前まではね。 0.9ぐらいまで上がったんですが、そこからちょっとまた0.6まで下がってきてしまって、今ちょっと下値模索かなという感じで、下げ幅もきついですね。まあ今日全体的にこんな感じなんでね、まあジャスミだけじゃないので、まあそれはしょうがないのかなというところはあるんですけども、全体的に今日はこんな感じで下がってます。 ジャスミに関しては0.5円台をちょっと目指すんじゃないかなと思いますし、まあ、0.25とかね、その辺まで本当にまた行く可能性が出てきてしまった今日の下げということで、ちょっと残念な感じになりましたけども、まあ仮想通貨ね、ちょっと盛り上がっていくかなというところでね、冷や水を浴びせられたなっていう感じで、ちょっと残念な結果になってしまっているんですけども、ジャスミも同じような感じですね。ちょっと厳しい展開になってくる可能性が高まってきてしまったという感じかと思われます。 ということでね、仮想通貨、アメリカ市場が堅調な中ですね、仮想通貨だけがね、ちょっと下がってきてしまっているので、ちょっとこの上値強引にもう時間がかかるんじゃないかなと思うんで、ちょっと仮想通貨しばらくは厳しい展開が続きそうですね。それからさらにアメリカ市場が下がっていって、またこう下がってしまうということが連想できるんじゃないかなと思うので、ちょっと厳しい展開が、えー、予想されるんじゃないかなと思っております。ですので、ジャスミンも0.5円台。 いくんじゃないかなと思いますし、0.5円台になってもね、ちょっと慌てて買わない方がいいんじゃないかなと思いますので、ちょっと余談は許さない状況。まあ、警戒を持ちながらですね、しっかりトレードを続けていくような感じで、えー、長く見ていくような感じでいきたいなと思いますし、まあ、あんまり欲張らない方がいいと思いますね。安いので買おうというのは、ちょっと控えた方がいいんじゃないかなというふうには感じています。 はい。ということで、今回はジャスミンチャート分析最後までご覧になっていただき、ありがとうございます。ちょっとサーバー上もね、なんかダウンしてたりとかして、ちょっとお見苦しい点がありましたけども、その辺はご了承いただければと思っております。今回もジャスミンチャート分析最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。